올해로 16살이 된 간나는 언니의 부탁으로 언니가 일하는 회사에 찾아가는데요. 안타, 에로게노 세유 열이나살. 어? 하이, これ 대본네. 에치이코토 유노? 응. 아타시가 코에니 다스테? 응. 으악! 무리 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 무리! 나니 이때노, 오네자! 소나노 데키루 와케 나이 데쇼! 다이쇼브, 데키루 데키루. 아타시, 마다 고고세다요! 와카테루 와요. あんたが16になるまで待っててあげたんだから本当は中2ぐらいからやらせたかったんだけどね。カンナは처음알게된언니의직업에시겁했고곧바로언니의손아귀에서도망쳤는데요。カンナ、お帰り。お母さん、これから夜勤？うん、そうなの。ごめんね。せっかくの誕生日なのにお祝いできなくて。いいよ。弥生は妹思いだからね。きっとびっくりするようなプレゼントを用意してるんじゃないかしら。そりゃもういきなりエロゲーの声優やれだもん。知ってる？弥生ね、あんたの大学資金を一生懸命貯めてるのよ。어머니의말을들은간나는언니의일을부끄럽게생각한것을반성했고다시언니의회사로돌아갑니다。그리고시작되는트레이닝はい、行ってみて。これが言えないとエロゲー声優はできないから。はっきり言いなさい。声が小さい。はっきり言えっての。聞こえない。一字一句はっきりと叫ぶくらいの大きな声で言いなさい。그리고며칠뒤칸나는선배성우가직접녹음한걸듣게되는데요。こら、ちょっと有原くん、課題出してないの有原くんだけよ。しょうがないわね。じゃあ今度一緒に物語の世界に引き込まれるっていうか、まるでその場に。お疲れ、フミカ。よかったわよ。え、本当ですか？カンナの顔見れば一目瞭然よ。この子もかなり来てたみたい。お姉ちゃん、嬉しい。私の演技で感じてもらえたなんて。カンナは선배が演技하는걸보기만해도지르기직전의상태까지갔었고아직부끄러운단어들은입에올리지도못하고있었는데요。そんなにズバズバ言えるんですか？まあ仕事だし。でも恥ずかしいでしょ。もちろん恥ずかしいんだけど、演技中はキャラに入り込んじゃうから。じゃあこれをやっておくように。いわゆる抜き毛というやつだ。선배의조언과게임플레이경험으로무제던칸나도어느정도성에대해익숙해질수있었지만아직문제는남아있었습니다。あと、칸나にとって壁になりそうなのはあれだな。あ、あれですか。チュパオンだ。チュパオン？これは効果音ではなく、声優自身がこうして演技するしかない。これがうまくできなければエロゲー声優失格だ。こんな感じかな。違うな。もっと唾液をつけて入れたり出したり、先っぽや側面を舐めたり。何やってるん？なんかエロいね。존망。뭐아무튼칸나는손가락이퉁퉁불어터질때까지연습했는데요。전혀나아질기미가없는그녀를위해언니가무언가방법을떠올려주었습니다。音はまあ出てるけど、こう舐めてる感じじゃないわけ。やっぱり相手のどこかを舐めてる方が感じつかめると思ってね。ここがダメなら指だったらいいだろう。お兄ちゃん、いいの？唾でベタベタになっちゃうよ。나는괜찮아。저저어お兄ちゃんの指あったかくて見た目より太く感じる。感じつかんだみたいね。カンナちゃんすごいですね。熱中しだすと他のものが目に入らなくなるからね、あの子。収録が楽しみだ。그리고녹음당일카나는그럭저럭괜찮은연기를하고있었는데요。はい、貸し出しですね。それじゃあこのカードに名前と学年とクラスを。あ、言えた。
아직헐떡이는장면은무리였나봅니다그래서언니는칸나가자연스럽게헐떡일수있도록방법을제시했죠자30분ぐらい走ってこい요くわかんないけど자行ってきます그렇게30분정도를달리고온칸나는유튜브에는도저히업로드할수없는엄청난연기를하며무사히녹음을마칠수있었습니다그리고며칠뒤見られてるね誰がある男子が熱い視線をこっちに向けている今確かに見てたな그리고방과후칸나는어쩌다보니논과교실에단둘만남게되었는데요ちょっといいかな何言いにくいんだけどどうしても聞いておきたいことがあってそのいきなりこんなこと言うのもなんなんだけどまさか本当に青柳さんってもしかしてエロゲーの声優やってる인생조졌네하지만언니는괜찮다면서내스튜디오로와보라고하는데요알고보니놈도이쪽일을하고있었고칸나와같은사정을가지고있었습니다俺さ青柳さんのことをやらしい子だとか絶対思ったりしないよむしろエロゲーの仕事してくれる声優さんって尊敬してるんだあんな恥ずかしいセリフ頑張って言ってくれるんだもん仕事とはいえよほどの勇気がなけりゃ言えないよそんな声優を青柳さんは高一から始めてる立派だと思うよだから心配しないで一緒に頑張ってくれると嬉しいな이새끼이거 100% 구라임내가아까쪼개는거다봤어뭐아무튼그들은같은비밀을공유하는동료로서뭔가새로운감정이싹트이기시작했죠ありがとうよろしくねこちらこそよろしくお願いします그리고며칠뒤그들은같은작품을연기하게되는데요친구이자동료라고는하지만아직놈과의친밀도가그렇게높지않았기때문에작업을이어갈수없었습니다그래서이번에도언니는방법을떠올려주는데요저하그와뭐それくらいなら에이이노자모토키칸나의기가가와란우치니ぎゅっと行け これすごい密着感カイズくんの匂いがするってやだ私汗臭いんじゃあの海賊、私…モトキ、抱き方緩いぞ。もっと強く。あ、はい。これ、お兄ちゃんの時と違う感覚。海賊くんの鼓動を感じる。吐息も、匂いも、抱きしめられるって。トランス状態に無事入ったみたいですね그렇게놈에게익숙해진칸나는이번에도지리는연기를하며녹음을마칠수있었습니다이작품은약1시간분량의 OVA 인데요작품의주된재미요소가순진한여고생이부끄러워하는것을보는것이었기때문에상당히매니악한작품이었습니다직접적이거나간접적인장면들을다수포함하고있지만모든장면은웃음을유발하는형태로보여주었기때문에작품에서느껴지는감정은야릇함보다는코믹이더컸습니다그렇기때문에수위가무한인작품임에도큰거부감없이볼수있었고오히려이런직업도고충이있다는것을알려주는약간은교훈을주는작품이었다고생각합니다그럼노빠꾸코믹인이를찾고계신분들께목소리로일하자추천드림의영상마치겠습니다시청해주셔서감사합니다